2028年ロサンゼルスオリンピックは2028年7月21日から8月6日までの17日間アメリカ合衆国のロサンゼルスで開催される予定のオリンピック競技大会。2017年9月13日にペルーのリマで開かれた国際オリンピック委員会総会で開催地が決定した。 ロサンゼルスでの開催は1984年以来44年ぶり3度目となり、同国での開催は、夏季大会としては1996年、アトランタオリンピック以来32年ぶり5度目、冬季大会を含めば2002年、ソルトレークシティオリンピック以来26年ぶり9度目となる。いずれも2017年の2024年大会との開催都市同時決定以前の動き、 大会エンブレムは2020年9月1日に発表され五輪パラリンピック同一エンブレムを採用 LA28 の A のデザインを複数のエンブレムを変化する仕組みであり様々なクリエイターが手掛けた LA28 招致委員会は新設の施設を一切建設せず既存の競技施設で開催されるメイン会場は1932年と1984年の メインスタジアムの LA コロシアム。その他、ステープルズセンターやマイクロソフトシアター、ローズボール、ディグニティヘルス、スポーツパーク。2020年に完成したソフィースタジアム等が使われるが、IOC の規定により、大会期間中は、スタジアム名称が変更される予定。ありがとうございます。